就職するまで会わないって言ったの？いい判断ね。灰田君がハマってるゲームってさ、一緒に遊ぶ仲間がいるわけでしょ？サボらないようにこまめに連絡はするつもりです。烈子からの定時連絡を既読する。天津さえそのまま音信不通。今回の火災では生活実態調査です。はいだーいないのかな。居留守を使ってるかも。ドアぶち壊されたくなかったらおとなしく出てこい。はいだー。はい、どちら様？出て行ってくれ。この部屋の借り手が決まった。2週間前からここに住んでるものです。どういうこと？今月中に荷物をまとめて部屋を出ろ。引っ越す金くらいあるだろう。でしたらパック料金がお得になっております。じゃあこっちの8時間のやつで。今ネカフェだネカフェ。穴蔵荻窪店。灰田なの？私、屍。住所ないと履歴書書くとき困るでしょ。訳ありじゃなきゃネカフェなんかに落ちてこないか。屍の友達、全然紹介しますよ。現場人足りないんで。普通に就職したいなら金貯めてここ出るのが先。そんな寝不足のゾンビみたいな顔で面接行っても落とされちゃうや。灰田君、今どこにいるの？家だけど。浮気ね。リモートで監視される息苦しい日々。そんな中、オンラインゲームで出会った女。恋に落ちる2人。そして灰田君は相手の家に転がり込み、やがてカップルでインスタにコスプレ写真をアップする2人。推測でいい加減なこと言うのやめてもらえますか？そう思うなら灰田君に問いただせばいいじゃない。てなわけで、なんとか2人を手なずけることには成功した。事前に灰田のアカウントに不正アクセスして名前と居場所は掴んでおいたんだよ。さすがフェネコ。オフ会？ああ、荻窪駅前のファミレスで会うことになってる。そこにあの屍って人も来るってこと？ま、来るだろうな。この人、男の人？すいません、ここオーダーお願いします。カバエさん、気づかれるから。カバエさん、何やってんすか？フェネコちゃん、私も気になってきちゃった。黙ってください。何してんの？いや、カバエさんからいろいろ聞いて気になって。このあと灰田が店を出たらこっそりその後をつけようと思ってる。頼むから騒いでくれるなよ。わかりました。あっ、ん？おーい！レツコ、今はダメだ。ここは抑えてください。今日はオフ会に参加できませんと。有罪だと思う人、詳しく話を聞こうか。